モデルとしてキャリアをスタート。その後 MTV のビデオジョッキーとして活躍するが、それ以前にはゲイポルノビデオに AV 男優として出演していた経験も持つ。99年に TV ドラマ、フェリシティの青春にゲスト出演後、ジャック&ジルにマイケル、マイキー、ロッソ役でレギュラー出演する。さらに2002年から始まった恋するマンハッタンにジェフ役で主演。しかし、過去に出演したゲイポルノビデオの再発や出演ビデオのネット流出といった事件などの影響で1シーズンのみで降板している。映画では2003年には人気パロディ映画のシリーズ3作目最強絶叫計画でジョージ役を演じる。続く4作目の最終絶叫計画4にも同じ役で出演。またこの 3.4 作目の脚本家クレイグ名人が監督、脚本を務めた、スーパーヒーロー映画のパロディ作品、スーパーヒーロームービー、最笑い超人列伝-にも出演。コメディに強く憧れているらしく、テレビのインスタントコメディアットザグラウンディングスへの出演や、ニューヨークのボストンコメディクラブなどの会場で、スタンダップコメディを披露している。私生活では、パリス・ヒルトンとの交際歴がある。ありがとうございます。